どうも皆さんこんばんは。花と太陽と雨と今日もプレイしていきたいと思います。では始めます。アベマリア、おはようございます、モント様。いた。どうしたんだろう。どうなさいました？いや、ちょっとね。筋肉痛だよ。あまり無茶なさらない方がよろしいのでは？エド、君の依頼でいろいろやってるんだ。そうでした。申し訳ございません。いいよ、別に。モント様、少し性格変わりました？そうか？気のせいかもしれませんね。さあ、朝食のご用意ができております。ああ、わかった。お待ちしております。思い出した、あのクソガキ。まったく、結局ガキのお守りをさせられたってわけだ。なんてバカなんだ俺は。あのガキ、人のことバカとまで言いやがって。今度会ったらグーパンチの刑だ。グーパンチの刑、子供のいたずらか。親は何やってんだ。あのガキもちょっとかわいそうだ。名前は何だったか。安太郎？健太郎？まあいい。コーヒーが冷めてしまう。さ、今日は朝食にありつけるんだろうか。まだ一度もご飯食べれてないんだよね。どうしよう。まずはここかな。お待たせしました、モンド様。おはよう、エド。早速空港へお出かけですか？おい、エド。朝食の準備ができているんじゃないのか？もう終わりました。そんな、終わったって。そんな、残念です。もう少し早ければよかったのですが。なんだいそりゃ。まあいいよ、空港に行くとする。そうですか、行ってらっしゃいませ。そうか、今日もご飯にありつけなかったですね。ホテルから出ることができるんでしょうか。前回はこの辺で捕まったんだよな。あ、行けましたね。あ、順調に順調に出口に向かってるんじゃないですか。
来ましたよ。ん？ん？え、どういうこと？え、ちょっと待って。そこに行けってことですか？ゲートか。弱ったな。同じだ。同じだ。で、どうしたらいいんだろう。ん？ん？合ってるのかな？そこに人がいる。あ、お嬢さん。お嬢ちゃんどうした？誰ですか？通りがかりのものだよ。へこんでるね。なんとなくね。憂鬱なの。何かあったのか？聞いてくれるの？聞くだけなら OK だ。あのね、ユーリ結婚するの。そいつはめでたい話じゃないか。おめでとう。ありがとう。モンドスミオ。ありがとう、モンド。ちょっと待ってくださいね。失礼しました。猫に邪魔されちゃった。それなのに、なんでへこんでいる？もっと喜ぶべきじゃないのか？女心は複雑なの。そりゃそうだ。複雑だ。座れば。ああ。フィアンセが？そうなの。変なの。なんだ、優しい男じゃないか。明日か。この島で挙式するなんざ、男にはなかなか段取りできないぞ。そうなの？そうだと思う。男にもいろいろいるんだ。お嬢ちゃんは幸せだ。そうなの？そうさ。そんな男探しても見つからない。俺なんて最悪だ。好きな女とさえ会えない。なんで？まあ気にするな。複雑な過去があるのね。大したことじゃない。でもね、心配なの。何が？セイジ、ここに来てから冷たいの。なんかよそよそしくて。ねえモンド、セイジのこと見てきてくれない？俺が？猫が暴れてます。いや、そういうおせっかいは。お願いモンド、ユーリを助けて。参ったな、お嬢ちゃん。さて、セイジは教会の中にいる。一人で考え事してるの。ユーリは中に入っちゃダメだって。だからユーリには何もできないの。よかった。お願いね、モンド。では教会の中に行くんですね。ちょっといいか？あなたは？俺はモンドスミオ。
君は聖司君だね。そうだけど、可愛いお嬢ちゃんが君のことを首を長くして待っている。ユーリのこと？可愛いお嬢さんか。明日ここで挙式だってね。おめでとう。どうした？もう明日なんだね。違うのか？うん、予定ではね。そうなってたと思う。予定では？含みがあるな。考えてみたらさ、ちょっと怖くなって。それに結婚なんてそんな簡単じゃないって思ってね。男がマリッジブルーか？弱い男だな。何とでも言ってくれ。ユーリが言い出したことなんだ、教会で式を挙げたいって。そうすれば一生思い出に残るって。僕は反対したんだ。あれ？君がここで挙式するって言ったんじゃないのか？ユーリはそう思いたいんだよ。きっと僕に理想を求めている。答えてあげればいい。無理さ。僕はこういう考え方をする男でね、周りからもよく言われるんだ。どんな考え方なんだ？あなたには分かりませんよ。腹が立つなあ、どうも。そうでしょ？腹が立つでしょ？いつもそう言われるんだ。よく分からんよ。とにかく日が経つにつれ自信がなくなってきているんだ。本当にこのまま結婚しても大丈夫なのかってさ。確かに今更だ。これ見てよ。オルガンか？そう、僕はこれを見に来たんだ。教会に置いてあるオルガンなんてなかなか見る機会もないでしょ。ああ、さっき演奏していたのは君だったのか？なかなかうまいじゃないか。気に入らないんだ。何が？音色がね、気に入らないんだ。そんなものなのか？俺には十分立派な音に聞こえた。ダメなんだ、あれじゃ。この楽曲にかけているんだ。うまく弾ければ。弾ければユーリを幸せにできる自信が持てる。そう感じるんだ。オルガン任せか。なんとも情けない。いいんだよ。だからね、音色を変えようとしたんだ。でもレジストレーションをメモした紙をなくしてしまって。レジストレーション？温泉の調整のことだよ。背面の内部にパネルがあるから、そこで数字を組み替えられる。この教会には伝統の音色があるって聞いたんだけどね。今では使われていないのかな。なるほど、大体わかったよ。何が？つまりだ、オルガンの音色をこの教会伝統のものに調整したいと。こういうことだろ？まあね。でももうどうでもいいけどね。探してやるよ、その音色ってやつを。探す？あなたが？少し時間がかかるかもしれないがな。本当に大丈夫なの？別に無理しなくていいよ。勘違いするな。君のためじゃない、可愛い嫁さんのためだ。君の賭けを成立させてやるよ。おせっかいな性格なんだね。
ああ、クソガキにも言われたよ。待ってよ。奇妙な二人だ。この子たちには引き込まれる何かがありそうだ。あのお嬢ちゃんのためにこの男に決心をさせてやろう。謎はこのオルガンに隠されている。謎に突き進むゆえに謎は謎を呼ぶ。謎なき謎は謎を生み、謎に進み謎はどうなるものか。謎解きロマンを突き進め。開けキャサリン。思い出の曲を頼む。ちょっと待って、何にも情報がないよ。ちょっと待ってよ。どうしよう。とりあえず、ここにあるの？何の話？あった。これだ。なるほどね。そうだよね、教会。これか。音色の中でも格別に甘い響きを持つ。ダルシアーナセッティング00443200。これかな。00443200。これかな。この音楽、シルバーの、うわ、やだ、シルバーのこと思い出す。ありがとうモンドさん。できたよ、演奏できた。この音は福音なんだ。だからきっと分かってるよ。君とお嬢ちゃんの幸せが俺には見える。お世辞でも嬉しいよ。俺はお世辞は言わない。僕らを祝福してくれる人はあなたが初めてだから。だからよかったら式に出席してくれないか。ああ、ぜひとも。きっとだよモンドさん。ああ、きっとだ。ありがとうモンドさん。はい、ってことはお嬢ちゃんのところに行けばいいのかな。ずれちゃった。いたいた。お嬢ちゃん。あ、モンド。聖司は？聖司は何だって？心配するな。彼は心配ない。素敵な男だ。ちょっと情けないけど。うん。ひどい。ひどいよ。聖司のことそんな風に言うなんて。ユーリは悪口言う人嫌い。ありゃりゃ、怒るなよ。本当に聖司は大丈夫なの？大丈夫だよ。絶対に大丈夫だ。
絶対？絶対だ。よかった。安心した。ありがとう、モンド。すごくほっとした。俺も安心したよ。ユーリとセイジはね、孤児院で育ってね。重い話だな。え？重くなんかないよ。誇りに思ってるんだよ。セイジと約束したの。絶対にみんなより幸せになるって。誰よりも幸せになろうって。明るいな。さっきとは大違いだ。そうだよ。明るく生きなきゃ損だもん。そう、いいことだよ。だからね、みんなに祝福されたいの。俺も祝福するよ。本当に？本当だよ。嬉しいな。彼にも誘われたよ。式に出席してくれってさ。それはダメ。え？だって二人だけの式だもん。モンドでもダメ。絶対に邪魔させないぞ。そんな。でもよかった。きっと孤児院のみんなも祝福してくれる。みんなも来るのか？うんうん、来ないよ。だってみんな星になったから。どういうこと？え、星になった？いつも二人を見てくれてるの。お嬢ちゃん、聞いていいか？いいよ。一体どこで育ったんだ？そんな。シェルターだよ。シェルター。私たちはシェルターキッズなの。みんな星になっちゃったって。こんなところで繋がってくるとは。確かこっちの方に。あ、クリス待て。おめでとう。ありがとう、綺麗な女の子。ありがとう、黒髪の少女。お幸せにね。あれ？で、あんたは何してんの？くるくる回ってるよ。祝福してくれてるんだね。モンドはダメでもトリコはいいんだ。幸せになってほしいな。はあ、お帰りなさいませ。二人とも立派な晴れ姿でしたね。私もお手伝いしました。ユーリさんのウェディングドレスの後ろで黒子をしておりました。苦労しました。黒子だけに、黒子だけに。私疲れているようです。朝食の準備がありますので、この辺でフロントでお待ちしております。
はい、というわけで8番目のお話が終わりました。シェルターキッズ生き残りですね、2人はね。なんかこんなところでシルバーとの関連が出てくるとはって感じですけれど、今までと違ってちょっと、急に話が重くなったんで、なんかちょっと気分的にちょっとうーんって感じなんですけど、これからどんどんそんな風になっていくんですかね。というわけで、次回は9番目になりますね。では今日はこれにて失礼いたします。さようなら。